よろしくお願いします。それではただいまから5月定例市長記者会見を開始させていただきます。それでは市長発表をお願いいたします。はい、それでは発表させていただきます。まずはじめに山形市出身選手の東京オリンピック日本代表選出について申し上げます。この度水球の鈴木桃井選手、三浦璃花子選手が東京オリンピック日本代表に選出をされました。誠におめでとうございます。心よりお祝いを申し上げます。出場がすでに決定しておりますボクシングの岡澤セオン選手、またすでに内定しておりますパラ水泳の東海林大選手を含めますと、山形市出身の選手は合計4名となります。4名もの市出身選手が東京オリンピック・パラリンピックに出場されるということは、山形市民に夢と希望、勇気と元気をもたらしてくれるものであります。東京オリンピックという舞台で鈴木選手、三浦選手が持てる力を存分に発揮して活躍されることを大いに期待しております。続きまして第2期新型コロナワクチン接種の予約方法の変更について申し上げます。5月12日から新型コロナワクチン接種の予約を開始しましたが、ウェブや LINE での予約がスムーズであった一方、コールセンターに電話がつながらず予約しようとした皆様に多大なるご迷惑をおかけしました。改めて心よりお詫びを申し上げます。5月26日からの第2期ではスムーズに予約できるよう予約方法を変更して対応いたします。1回目の方の予約方法についてはコールセンターへの電話か委員受付での申し込みになります。コールセンターでの予約ではより重症化リスクの高い年齢が上の方から順に予約を開始いたします。あくまでこれは予約受付の開始日を設けることでありますので、一度その開始日に当たった方はですね、翌日以降でも予約をすることが可能であります。また電話回線については26日から48回線に増やしますが、今後さらに64回線に増設させるとともに、コールセンターへの電話の分散を図ることでスムーズな予約につなげたいと考えております。なお委員受付については年齢制限は設けません。また2回目の予約についてでございますけれども、1回目に接種した医療機関での受付を基本といたします。一度接種したその医療機関で予約2回目の予約を取っていただくということになります。この予約方法の変更を周知するため、本日お手元のチラシを65歳以上の対象者全員に郵送で発送したところであります。明日には新聞全紙にこのチラシを織り込むほか、テレビ CM も放送して周知を図ってまいります。対象の皆様におかれてはご自身の予約開始日やチラシに記載している各医療機関の予約方法などをよくご確認いただきますようお願いを申し上げます。続きまして山形市 LINE 公式アカウントのリニューアルについて発表いたします。令和2年2月1日から運用を開始し、現在2万5000人以上の方々にご登録をいただいております山形市 LINE 公式アカウントを6月1日からリニューアルいたします。主なリニューアル内容としましては、すべての情報を登録者全員に配信するというやり方でやっておりましたが、今後は登録者の皆様それぞれが選択をして欲しい情報のみを受け取ることが可能となります。また電話やメールで受け付けておりました道路や公園、河川などの損傷箇所や不法投棄等についても LINE で位置情報や損傷箇所の写真を添付し簡単に通報できるようにすることで、通報後のよりスムーズな対応につなげてまいります。さらにゴミの名称を入力すると自動で分別方法を応答する機能についても、これまでの200種類から800を超える種類のゴミに対応します。このほかアンケートを取る機能や申請を受け付ける機能も備えておりますので、市民生活の向上に向け活用してまいりたいと考えております。山形市では今後も市民の皆様が安心して利用できる LINE の運用に努め、的確かつ効果的な情報発信と市民サービスの向上につなげてまいります。
続きまして、令和3年度山形ブランドメンバーズ事業の開始について発表いたします。近年非常に多くの皆様からふるさと納税によるご寄付をいただいております。ふるさと納税を通じて山形市に関心をお寄せいただいており、いわゆる関係人口とも言えると思いますけれども、そうした皆様に市の特産品や観光地、イベント、歴史文化等をさらに知っていただき、実際に体験していただくことで全国の寄付者の皆様との関係性を高めるとともに、山形ブランドの認知度およびブランド力の向上、そして地域経済活性化につなげられるよう山形ブランドメンバーズ事業を開始いたします。具体的には8月1日に公開予定のスマートフォンアプリで山形の魅力を発信したり、山形ブランドに関するクイズやミニゲーム等でポイントを集めた方に特産品や宿泊券をプレゼントいたします。またプレミアム会員を設定し、山形ブランドを体験いただくモニターや山形市内の店舗施設をお得に利用できるプレミアムチケットのプレゼントなどを通じて、山形市への興味関心を引き出し、コロナ収束後の訪問の契機を創出するものとなっております。まず明日から令和3年度のプレミアム会員の募集を開始いたします。対象となる方は昨年度、今年度と2年連続で寄付された方、または今年度に5万円以上のご寄付をいただいた方で、定員は500名となります。全国の皆様から申し込みをお待ちしております。なおアプリにつきましては内容が固まり次第改めてお知らせいたします。続きまして、山形市地産地消のお店認定証等のリニューアルについて発表いたします。山形市では山形市産の農産物を積極的に活用して料理を提供している飲食店等を山形市地産地消の店として認定しております。この事業は平成22年度から開始して、現在認定店舗数は100店舗となっております。この度地産地消の店をより効果的に PR するために東北芸術工科大学に制作依頼し、認定証等のリニューアルを行いました。認定店舗には今月中に新しい認定証や看板、のぼり等の PR 資材を配布し、ご活用いただく予定となっております。今後につきましてもこのデザインで地産地消の店認定店舗の増加に取り組み、山形市産農産物等の PR および消費拡大を図ってまいります。最後に現在の新型コロナウイルスの感染状況に関しまして一言申し上げます。山形市の新規感染者につきましては、5月14日から19日までの間は2桁の日もございましたが、その後は本日も含め1桁台で推移しているところであります。しかしながら感染力の強い N501Y 変異株にウイルスが置き換わっていることから、全県的には新規感染者が多く、引き続き警戒が必要な状況であります。市民の皆様におかれましては、感染予防効果の高い不織布マスクを正しく着用するなど、感染防止に努めていただきますようお願い申し上げます。山形市では今後の感染状況を注視するとともに、引き続き市保健所を中心としてワクチン接種など感染防止対策に全力を尽くしてまいります。私からは以上になります。それではただいま発表のありました案件について質問をお受けいたします。はじめに幹事社の方からお受けいたします。時事通信さん、いかがでしょうか。今マイクをお持ちしますのでお待ちください。お願いいたします。幹事社の時事通信です。よろしくお願いいたします。山形市の LINE 公式アカウントのリニューアルについてお伺いいたします。今回リニューアルされるということなんですけれども、これと合わせてですね、登録者数を増やす広報の取り組みであったりとか、さらなる利便性の向上について今後の方針などあればお聞かせください。はい、では総務部長お願いします。総務部長の折原でございます。今回の LINE のリニューアルにつきましては、本来であれば4月からやる予定でございました。ところが国の方で LINE の公式
アカウントに関しての個人情報の取り扱いということで、そこが問題になっているということで、国の方がそれに付けたガイドラインを示したということで、それに沿って今回個人情報などを取り扱わないこちらの広報課所管になりますけれども、アカウントの理由があるということで対応したものでございます。これについてはこれまでと違い、登録者が欲しい情報を選択できるようになるということで、不要な情報なんかもこれまで発信されていたんですけれども、山形市としましても基本的にまずは発信の内容を充実させるといったようなことが、より情報を欲しい方に欲しい情報を届けられるというふうな形になるかと思います。そうした取り組みの中で、今回新たに通報機能といったような仕組みも設けますので、そうしたものを含めながら、基本的には市内の方になるんでしょうけれども、市政一般情報なんかは市外の方についても、基本的に今の状況、5月23日付で 25,508 人ほどの登録者数、お手元の資料の裏ページにあるかと思いますけれども、そういったことも、そういった増加なんかも対策も含めながら、検討していきたいというふうに思っております。以上です。ありがとうございます。よろしいでしょうか。では、続いて同じく幹事社の河北新報さん、いかがでしょうか。では今マイクをお持ちします。河北新報の栗原です。よろしくお願いします。同じく LINE の公式アカウントのリニューアルについてですけれども、もう一度再度の話になってしまうかもしれませんが、改めてこの6月にリニューアルする理由と、今後どのような情報を特に強く発信したいかというのをお願いいたします。はい、じゃあ総務部長お願いします。はい、お答えいたします。まずなぜ6月かということで、まずは一つはよろしいです。基本的に山形市の公式 LINE アカウントにつきましては、公式アカウントにつきましては、令和2年の2月1日から開設運用をしております。そうした中で、いわゆるセグメント配信機能がないということで、受け取る側の情報を受け取る側についても、こちらが発信したい情報以外も全て受け取るというような形になっておりました。ところがこれが LINE の方で、いつだったかな、2年の10月12日にセグメント配信機能を含む LINE 公式アカウントの追加機能のソースコードを備えたプログラムが無償提供されたということでございます。自治体向けに。したがってこちらを利用させていただきまして、山形市としてもさらに充実した配信発信などをしていきたいということで、4月から実施する予定でございました。ところが LINE の方の個人情報の取り扱いでいろいろ問題になったということで、国の方がそれに沿った基本的にはなんだ、なんだっけ、国の方が、失礼しました。国の方がですね、それに対して、いろんなその個人情報の取り扱いがうまくないということで、すいません、ガイドラインですね、4月30日に国の方でこの LINE 利用状況を踏まえた今後の LINE サービス等の利用の際の考え方ということでガイドラインを示して、今回のような個人情報を取り扱わない、公表公開をするような情報、前提の情報については基本的に LINE サービス利用については問題ないというような回答が示されております。国からガイドラインが示されたということで、4月からではなく若干遅れましたけども、6月からという対応になったということでございます。失礼しました。以上です。よろしいでしょうか。
めんなさい、この LINE を通じて具体的にこれから どのような情報を特にこう強くこう市民の方に方に発信したいというふうに考えていますでしょうか。はい、市政情報の発信というのはですね、本当にさまざまなインターネットや広報誌ですとかさまざまな手段で行っておりますけれども、LINE だけ特にということではなくですね、それは必要な情報、新型コロナの対策であってもですね、そうですし、市のさまざまな政策あるいはイベント、そうしたところを幅広く行っていきたいと思っております。ですので、この度の仕組みの改善につきましてはですね、むしろたくさん何でもかんでも来すぎてちょっと逆に見なくなっているとか、これはちょっと煩わしいというような方にはですね、ちゃんとそれを選んで受け取っていただくという意味での改善でありますので、これはうまく逆にですね、利用される方にうまく活用いただいて情報を取捨選択していただくということだと思っています。またもう一つはこれは逆に市民の皆さんから情報をいただく部分ですけど、例えば道路に穴ぼこが置いてたあった時にですね、今も電話ですとかいろんな手段でご連絡をいただいてます。そうすることで担当部署がすぐそれを直しに行けるというようなことがありますので、電話などよりもですね、LINE などの方がより気軽にそうした情報もいただけるというふうに思ってますので、そうした際にですね、より活用していただくということを考えております。ありがとうございます。それでは、同じく幹事社の山形放送さんいらっしゃいますでしょうか。はい。今マイクをお持ちします。あ、よろしいですか。はい。それでは、幹事社以外の皆様からお受けいたしたいと思います。いかがでしょうか。読売新聞さんお願いいたします。マイクちょっと別のものをお願いしていいですか。すいません。読売新聞田中と申します。よろしくお願いします。すいません、ちょっと引き続き LINE の件で伺いたいことがございまして、これまでその全情報を届けてたってことですけど、大体ごめんなさい、全部で何情報ぐらいあって、それから数的には何情報、ここに書いてある 1,2,3,4,5,6 情報ほど選べるという感じなんでしょうか。ちょっとその辺の数字の方を教えていただいてよろしいでしょうか。はい、じゃあ総務部長お願いします。はい、具体的に何情報ということでなく、こちらからお伝えしたい、お知らせしたい情報を普通にウェブのような、いわゆるホームページのような形で、登録していただいた方にお知らせをしていたということで、具体的にこう登録 分野ごとにこうお知らせするような機能はなかったものですから、今回初めてその機能がつくということになります。以上です。全てのジャンルについてお送りしてたのを、それをこうジャンル分けを6つにして、そこから必要なジャンルを選んでもらうというような、もちろん全部受け取ることもできます。はい、分かりました、ありがとうございます。あと市長、先ほど申請もできるようになるってお話しされてたと思うんですけど、ちょっとそこをもう少し具体的に伺ってもよろしいですか。アンケート機能を取ったりとか、あとこの後の申請の機能のその辺のちょっと具体的なところを教えていただければと思います。はい、今申し上げたのはいわゆる通報機能のことだと思うんですけれども、基本的にこれまで道路関係の穴ぼこがあったり、いわゆる修繕箇所なんかが見つかった場合はそれぞれの担当課に電話連絡なり、市民の方からお話があったりして対応していたと。これは LINE の特徴として、現在地も特定できる、あるいは写真も送れるということで、その穴ぼこが発見された方などに関してはその LINE で写真を撮って位置情報を添付しながら担当課の方に送っていただくと、市の方で現場を特定してすぐに修繕対応なんかができるということで、この通報関係、それが公園とか河川とかゴミの不法投棄なんかにも使えるということで、当面はこの4つを通報機能の形でしていきたいというふうに考えております。以上です。分かりました。とりあえず以上です。ありがとうございます。では他にございませんでしょうか。
山形新聞さんお願いいたします。あ、すみません、山形新聞の伊沢です。冒頭の五輪パラリンピックの代表選出の関係だったんですけども、山形市出身ではないかと思うんですけど、本日パラの競泳でですね、斉藤元気選手ですか、日大山形高校出身の方も代表に内定されたようで、市長、その、市出身の方4人、市内の高校を卒業された方お一人ということで、代表、そこに、そういった活躍といったところ、冒頭もおっしゃってましたけども、関連の方も含めてこう得るあれば教えてください。はい、やはり、山形出身あるいはゆかりのある方がですね、オリンピック・パラリンピックに出場するということは本当に市民の皆さんにとって元気づけられることだと思っています。身近な方がですね、そうした世界の夢の舞台に立てるということでありますので、市民みんなでですね、そうした方を応援をしていきたい、そしてぜひですね、目指すそれぞれの目標のですね、達成していただきたいというふうに思っております。これはいろんな形で市民の皆さんと共有してですね、応援をしたいというふうに思います。はい、では他にございませんでしょうか。では朝日新聞さんお願いいたします。朝日新聞三宅です。お願いします。確認ですけど、このコロナワクチンの接種方法については、先日プロジェクトチーム会議ですか、その後にご発表いただいたものを踏襲していると考えてよろしいですか。その時点からさらに何かが変わっていたりとか付加されたりということはございませんですよね。はい、そうですね、基本的にはそこで申し上げた内容を、具体的にこの、そうですね、はい、申し上げた内容と変わってはいないと思います。わかりました。あともう一点、地産地消のお店、この認定店舗数が令和3年4月末現在で100店舗とありますが、これは偶然100ということなのか、100というところを区切って、はい、認定してあったのか、それで今後とも何か随時ですね、申し込みがあれば認定ということになりうるのか、その辺を教えてください。はい、では農林部長お願いします。はい、農林部長の吉原でございます。お尋ねの件でございますが、平成22年から、順次、認定をしてまいりました。でこの度、たまたまということだと思いますけれども、100店舗を同時に、リニューアルという形になったところで、ございます。またさらにですね、今後もさまざまお店の方からもお問い合わせをいただいておりますので、お問い合わせがあり次第ですね、こちらの方と協議をさせていただいて認定店を増やしていきたいというふうに考えてございます。以上です。わかりました。ありがとうございます。それでは続いてさくらんぼテレビさんお願いいたします。すみません、さくらんぼテレビの高橋です。規模を縮小して開催された絆祭りが昨日閉幕というかされたと思います。実際どのくらいの集客があったのかということと、終えての市長からの受け止めを教えていただけますでしょうか。はい、現時点で、分かっている部分を申し上げたいと思います。まずですね、東北六祭りの展示会場、市役所近くの敷地の部分ですけれども、22日23日合わせてですね、6600名の来場者の方にお越しいただきました。また学生チャレンジプロジェクトとして行った竹あかりですね、御殿関と文書館について、竹あかりプロジェクトについても2日間合わせて2000名、会場にお越しいただきました。またですね、YouTube でのライブ配信ですけれども、
現時点でですが、5万3000回を超える再生回数ということで、再生をして見ていただいているということでございます。ブルーインパルスを見た方などについては当然市内全域から見ていただいてますので、申し上げられませんが、今分かっている数字としてはこの通りであります。やはりどのような形で開催できるかという観点から、安全な形での開催ということで、行わせていただきましたけれども、これがですね、東日本大震災の記憶をやはり風化させることなく、次に希望を持って東北全体として取り組んでいく、そのきっかけになればというふうに、そんな思いで行いましたけれども、多くの市民の皆さんとその思いは共有できたのではないかというふうに考えているところでございます。関係者の皆様にはですね、本当に心から感謝を申し上げたいと思います。すみません、発表案件についてはよろしいでしょうか。はい、他に発表案件についてご質問ございますか。よろしいですか。じゃあすみません、発表案件以外にこれから移りますので、まず幹事社の方からお受けしたいと思います。はい、時事通信さんいかがですか。大丈夫ですか。よろしいですか。はい、では、河北新報さんはいかがですか。河北新報の栗原です。今回の絆祭りの件ですけれども、次は来年が秋田市での開催になりますが、来年の開催についてどのような形を期待したいと考えていますか。はい、今決まっていることはですね、来年秋田市で行うということのみでありまして、その約1年後どのような状況にこの日本がなっているかと、この特に新型コロナウイルスの状況を含めですね、なっているかということはまだ今時点ではわからないところでありますけれども、やはりですね、今回残念ながら中止とせざるを得なくなったパレードでありますとか、そうしたものがですね、なるべくできるような形になればいいなというふうに思っておりますけれども、そこは状況次第というところになるかと思っております。いずれにしましても、この祭りを始めた趣旨ですね、思い、このことはですね、引き継いでどんな形であれ秋田市でまた引き継がれていくものというふうに期待をしております。今年が東日本大震災から10年経つということで、今回お祭りは終わりましたけれども、これから山形市としてどのようにこの記憶を風化させずに伝承させていくのか、何かこう今の考えとかありますか。はい、まずですね、震災当時にはですね、5000名を超える方がこの山形市に避難者として来られたんですね。そしてまだ500名程度だと思いますが、山形市におられる方もおります。でそのような方々にはですね、さまざまな、もうずっと山形にいるよという方もいらっしゃればですね、まだいろいろ迷っていらっしゃる、あるいは悩みを抱えていらっしゃる方もおりまして、非常にその多様化していると言いますか、いろんな状況があるというふうに伺っております。今後もですね、そうした皆様に寄り添うとともに、やはりこの震災、地震、津波だけでなくですね、今さまざまな災害リスクが非常に高まっているところでありますから、この我々は震災を一度経験したということをベースにしてですね、その今後の災害対応などもしっかりをしていきたいというふうに思っております。そうした中で、またその震災自体は大変不幸なことでありましたけれども、一方でそこからですね、絆祭りに象徴されるような東北の中での連携、つながり、これが出てきたものと思ってますので、そうしたところはこのコロナ禍を克服してですね、また一緒にいろいろな取り組みをこの県境も超えた形で行っていきたいというふうに考えております。
最後に今回のは2日間通して新型コロナウイルスの感染対策についてはどのようにこう徹底されたのか改めて振り返っていただきたいと思うんですけれども。はい、まず一番考えたのはですね、とにかくマスクの着用が一番大切であるということでありますので、マスクを外す瞬間をその作らないイベントということで、本来であれば祭りといえばですね、食べ物飲み物も一緒に販売してですね、楽しく飲んだり食べたりというのも入るんですが、今回そのようなことは一切設けませんでした。またメイン会場にはですね、当然のことながら検温と、そして手指消毒、これを徹底することと、また一度に入る方の人数についてもですね、カウントしながら密集をなるべく避けるというような対応をさせていただきました。これについては一度実験的にですね、冬に1月ですかね、カジオセントラルで展示の国の支援を受けてのですね、実験といいますかシミュレーションもやっておりますので、それを最大限生かしながら対策を行ったということであります。ありがとうございます。それでは同じく幹事社の山形放送さん、いかがでしょうか。よろしいですか。はい、では幹事社以外の方でご質問あればお受けいたします。山形新聞さん、お願いいたします。山形新聞の伊佐です。コロナウイルスのワクチンの関係で、質問でした。まず1点目がですね、集団接種の方針、市としても準備を進めていくということで方針示されておりますが、現状で先日よりもこう検討段階として進んでいることを、例えば場所の選定ですとか時期のめどですとか、対象を1回、初回やる対象をどれぐらいの規模にするかとか、もし検討状況で進んでいる部分があれば教えてください。はい、現在鋭意検討を進めておりますけれども、まだですねちょっと場所や開始時期、あとその想定人数等ですね、発表できる段階ではございません。これは目処が立ち次第ですね、やはり皆さん早めにお伝えしたいと思いますが、ちょっと今日時点ではすみません、お伝えできない状況です。はい、関連でもう1点だったんですけれども、お隣宮城県ですとですね、仙台市、県、あとは東北大学等でこうタッグを組んでですね、大規模接種センターというようなものを作っておられて、他県の状況などを見てもこうやっぱり都道府県レベルでないとですね、なかなかいった大規模接種センターのようなものを設けるのは難しい状況なのかなと見てて感じるんですけれども、市としてこう県にですね、そういった大規模接種センターのようなもののこう、設置を求める考えですとか、何かそういったものを市独自 の, その集団接種以外でさらにこう接種のスピードを早めていく、その上でこう県とかとこう連携、県とか大学とかとこう連携をが必要なのかと、今現時点でどのようにお考えなのか教えてください。はい、高齢者接種の後にはですね、高齢者以外の方の接種も待っておりますので、やはりそうした皆様にもなるべくスピーディーにということで考えますとですね、何らかの形でこの接種のいわゆる枠が増やせるんであればですね、それは増えた方がいいというふうに思っております。そうした中でですね、山形県の場合はこのある程度4地域に人も分散して、宮城県だと仙台市にやはりかなりの人口の塊がおりますので、ちょっと状況は違うのかなと思いますけれども、山形市としても今まさに検討している集団接種のことに加えてですね、さらに関係機関と協力いただいて増やせるのであればですね、それは取り組みたいというふうに思いますし、これは引き続き模索はしていきたいというふうに思います。はい、では他にございますでしょうか。では NHK さん、お願いいたします。 NHK 和田です。よろしくお願いいたします。2点お伺いしたいんですけれども、まず山形新聞さんのご質問の関連なんですが、集団接種で例えばなんですけれども、市の歯科医師会さんですとか、今の歯医者さんの先生でも接種できると
ということを伺っているんですけれども、そういったところにこう要請したりとか、そういったお考えはあるのか教えていただきたいのと、あとあの大沼の関係なんですけれども、まあ前所有者の方とのやり取りが続いておられると思うんですけれども、まあ動産の部分の取り扱いですとか、そのあたりのご進捗があれば教えてください。はい、まず歯科医師さんの皆さんとどうするかということは、健康医療部長お願いします。はい、健康医療部長の中村でございます。歯科医師会への、接種の協力ということでございますが、あのまた現在ですね、医療従事者の接種ということで、あの全ての方、まあ、歯科医師会の皆様も含めてなのですが、あのまだ接種が終わっていないという状況もございます。そのような中で、まあ、今後、どのような協力体制を取っていけるのかということも含めましてですね、内部の方で、検討してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。はい、あとあの大沼、元大沼デパートについてでありますけれども、まだですね、建物の中に前所有者の方の動産がまだ残っているという状況でありまして、ただあのだいぶこれまであった分もですね、運び出してはいただいておりますけれども、まあ、まだ完全にということではありませんので、あの引き続き、まあ、お話し合いをしながらですね、必要なものはあの運び出していただくと、まあ、そして、そうなった際にはですね、あの調査をしっかり行って、どのような形で活用が可能かというところをしっかりと早急に検討したいと思っています。ありがとうございます。そのあの大沼の関係なんですけれども、特段その何月までにこう全部、引き上げてほしいとか、そういうのはありますでしょうか。はい、じゃあそのあたりはブランド推進課長から言える範囲でお願いします。はい、ブランド推進課の高橋と申します。今現在ですね、前所有者の方が3月末からあの動産の運び出しを少しずつ始めていただいてございます。ただあの残念ながらまだ全て運びを終えていないということでございますので、私どもの方としてはなるべく早く運び出してほしいということは再三伝えているというような状況です。ただあの我々も今中に入れるという状況でございますので、中に入る限りはかなり搬出の方は進んでいるんだなというふうには捉えているところです。以上です。では他にございますでしょうか。では読売新聞さん、お願いします。あ、すいません、あの絆祭りの、来場者数の念のため確認だったんですけど、展示会場22日23日6600名というのは、これは延べ人数でよろしかったでしょうか。はい、そうですね、あの延べということで、まあ、受付を通してますので、まあ、そこで数えた数ということになります。ありました。竹あかりのプロジェクトの方も、2日間して延べ2000名ということでよろしかったですか。はい、はい、そうでございます。あ、その確認でした。ありがとうございます。では桜本テレビさん、お願いします。すみません、先ほど失礼しました。桜本テレビの高橋です。今の絆祭りの件なんですけれども、まあ、祭りが始まった当初の考え方として、持ち回りで各県をでですね、経済を動かすという趣旨もこのイベントの中にはあったと思うんですが、まあ、今回いろいろ難しい状況での開催となった中で、この人数、まあ、その経済を回すというところも含めてについては、どのような人数だと見ていらっしゃいますか。はい、あの当然あのいわゆる経済効果につきましては、あの前回ですかね、山形市で行った際にも合計確か26万人の来場者だったとこういうふうに、記憶してますけれども、やはりそれと比べればですね、あのはるかに小さなものだというふうに思っておりますけれども、やはりその部分もそうですけれども、やはりこの祭りをしっかりと継承してつないでいくということを重視していくと、やはりあの全ての
催し物はそうでありますけれども、何ができるかという観点から開催をしていくということで、山形市もこれまでも行ってきましたので、やはりここで中止ということではなしに、一つやれる形で祭りをやって、そしてここで今これからコロナのワクチン接種などのいろいろな取り組みがあるわけですけれども、一つ祭りを行うことで気持ちをリフレッシュしてまた頑張っていこうと、そんな思いを込めているところであります。そうした意味ではブルーインパルスなんかはですね、本当に多くの市民の方から非常に良かったというお声いただいておりますし、そうした今コロナと戦うすべての皆さんに対してですね、一つ元気になるようなそんな効果はあったんではないかというふうに思っています。最後に、今回の祭り全体を通して、市長として点数をつけるなら何点の出来だったという考えですか。点数といいますか、それは市民の皆様が判断するということだと思いますけれども、今のこの状況の中でできるベストは尽くしたというふうには思っております。ありがとうございます。では他にございませんでしょうか。よろしいでしょうか。すいません、では河北新報さんお願いいたします。改めてよろしくお願いします。先ほどの大沼の関連の話がありましたけれども、これから七日町周辺をどのように活性化させるか、具体的な考えとかは今のところありますでしょうか。はい、全体的なことについてはですね、山形市ですでに策定をしております中心市街地活性化グランドデザインがございますので、これにのっとってさまざま進めてまいりたいと思います。一例を申し上げますと、今水の町や御殿関の向かい側の再開発がちょうど終わってですね、これから向かい側にお店もオープンしていくというような状況であります。またこれを皮切りにですね、いわゆる山形五石という山形の伝統的な水路がありますけれども、この五石を中心にですね、さまざまな形でその周辺を気持ちよく歩ける空間にこれから順次変えていこうというようなことで、今さまざまな取り組みを進めております。やはりもともと山形が持っている資源を生かして、地元の方もまた観光できた方もそこで楽しく過ごしていただけるような空間にしていきたいというふうに思っております。その他さまざま91プロジェクトでありますとか、いろんなエリアリノベーションでありますとか、新しい動きもございますので、そうしたところをしっかりと推し進めてですね、魅力ある中心市街地を作っていきたいというふうに思います。ありがとうございます。あともう一点なんですけれども、東京オリンピックとパラリンピック、先ほども選手の選出について激励のコメントがありましたけれども、聖火リレーとかが着実にこう日程が近づいている中で、今の感染状況とかも検討してなかなかこう聖火リレーとかも見えない状況というふうな報道がありましたが、市長としてはどのように考えていらっしゃいますか。はい、聖火リレーについては県と市町村と合わせて行っていくことになりますけれども、やはり対策ですね、対策をして可能な範囲で行うということだと思っております。先ほどから申し上げた通りですね、関係する皆さんがしっかりマスクを着用していけばですね、屋外ということもございますし、それほど大きなリスクというふうには捉えておりませんけれども、やはりそうは言っても万全の対策で臨んで行っていくべきであろうというふうに私は考えております。ありがとうございます。では他にございませんでしょうか。はい、
それでは以上をもちまして本日の定例記者会見を閉じさせていただきます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。